まず先に無料の10連ガチャ引いていくわ。これ毎日引けるやつだからね、やっていくわ。でなんか最初の玉の色が金色とかだとなんか外れて、虹色とかだと当たりらしい。だからこの時点でもう金色が出てしまうと、もうこれもう映す価値のないガチャの動画が始まるんで、まあ、普通に放送事故なんだけど、まあ、これ一応見ていくか。すごいパーツ見そうだったね。しかも金の玉1個しかないやん。これなんか外れなんだよね。あ、初音ミク、しかもドッペルゲンが起きてるし。あ、でもいいね、ニューキャラ来てくれるのはレベル上げしたいからありがたいわ。なんか初音ミクの今髪の毛の色おかしかったけどね。まあなんかそんな感じでクソ微妙な感じでした。ガランドやっていくわ。これなんかジャケットの感じからなんかあれじゃないの、これギャランドゥのことじゃないの、これ。この曲知らんわ。ちなみにこれあれなのかな、オリジナルじゃなくて元々あったやつの入れたやつなのかな。ちょっと語彙力がなくて、あの元々ニコニコとか投稿されてたやつの入れたやつなのかな。ギャランドゥね、ギャランドゥじゃないわ、ガランドね。やっていくわ。もうプロセカの女たちに教えてあげるわ。あの男性代表として教えてあげるわ。あなたたちの推しはギャランドゥです。ジャングルです。なんでかというと、このプロセカに出てくる人の設定、何世、これ高校生ぐらい、むちゃくちゃジャングルですな。ちゃんと意識保ってな、しっかりとね、現実に見つめ合ってほしい。推し見つめなくていいから現実を見つめてほしい。これなんか、これなんかボーカル、誰ボーカル、なんかボーカロイドっぽいボーカル。え、でもなんかカイトの声、なんかこれそういうさ演出かかってるだけ。なんかたまにあるね、 YouTuber の歌ってみたさ、なんかロボットの声並みにミックスかかってるやつあるじゃん。それ現象起きちゃってる、もしかして。これなんか音質がいいね。年季入っ、なんか背景のガランドどういう意味なんだろうね、あれ。メデューサの頭みたいな。あ、いいね。でもこれ跳ねリズムだからすごいあれだわ。やれば楽しいんだけど、普通にやる分には楽しいんだけど、喋りながらやると口がリズムに乗って踊り散らかしちゃうんで、口が。だからちょっとよろしくないかもしれない。これ鼻リズムをやるのはあんまりね、実況的にはよろしくない。まあでもなんかこの曲もちゃんと、なんかさ雰囲気バチバチなやつ俺好きなんだよね。なんか中途半端なやつじゃなくて、もうこれはもうガランドの雰囲気バチバチに出てるじゃん。なんか、ね、その中途半端なやつあんま好きじゃなくて、あ、そういう系ね、どういう系統でも雰囲気バチバチのやつは何気に好き。だからね、ちょっと羽リズムだけやめてほしいけど。あ、でもね、俺これ得意なんでね。これプロセカで3、2、1来るじゃん。ここうまいっしょ。何気にうまいけど、でも AP 逃したくない今。一瞬。俺見逃さんかって、俺でなきゃ見逃しさんかったよ今。ガランドは、普通にもう何も前、準備なしで来たんだけど、普通に初見で曲楽しもうかなと思って来たんだけど、普通に今実況してるニートの方がうるさすぎて全然歌詞も聞き取れないから、ただの跳ねリズムもなんかあれやし、ぐちゃぐちゃな動画になっちゃってるかもしれない。しかもガチャも爆死だし、もう俺あれだわ、俺もういいわ、死んだ方がいいんだ俺なんか。あ、いい、もういいんだ、ガランドの実況もクソやし、ガチャもいいのでんし、もういいや俺、死んだ方がいいんやもう、みたいな人多そう。プロセカの実況を見てる女の人。偏見。あの偏見ね、あのこれフェミニストとか男尊女卑とかそういうのじゃなくて、もう偏見でプロセカやってる女の人病んでるの多そう。だってさ、命に嫌われかけているとか、悔やむと書いて未来が入ってるやつをやってるってことは、共感してるってことだよ、それの歌詞に。だからそういう人が絶対多いんでしょ。俺図星じゃない。でしかも推しはギャランドゥやし、あんまこういうことあんま言わない方がいいんだけどね。なんか言っちゃうよね。なんかおちょくっちゃ、あれかもしれない。俺は君たちプロセカの、プロセカ女子が好きかもしれん。好きな子をおちょくるって言うやん。俺それでなきゃ説明ができんもんだって今。じゃあなんで今おちょくってるんですかって話やん。お、X がすごい出てきた。いいね。歌詞がなんとなく譜面のおかげで分かってきそうな気がする。何それ。潜在。お、N。お、ニュートラル。お、すごい出てきた、ニュートラル。なんかちゃんと再現がすごいけど、何の再現なのかがちょっとわからん。ノリ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 、ちょっと歌った瞬間ミスった。もう二度と歌いません。これなんかさ 3DMV ってさ、
セットしてる、おお、魚みたいなの出てきた。セットしてるキャラによって 3DMV 変わるらしいんだよ。だからすごくない？プロセカの技術すごくない？だからさ、 MP4 を流してるんじゃなくて、そういうさ 3D モデルを動かすやつを流してるってことじゃん。めっちゃ重そうだよねこのアプリ。すげえわプロセカの技術が。ローリンローリンローリン、いいね。これなんかあれじゃん、頭の中、これさ何やってても頭の中に残っちゃう現象、このローリンのところが。あれなんて言うんだっけあの現象、なんかさ作業中にさ、なんかずっとさ同じ歌がさ流れ続ける現象、なんて言うんだっけあれ。よくあるんだけど、俺すげえよくあるんだけど、あの現象何？それになりかけてる。あれ一種の病気だと思うんだけど、あそこ怖くない？だって別のこと考えようとしても絶対流れてるもん BGM が。それのせいでさ頭ちょっと多く使ったよねって感じで疲れるとかはやめてほしいわ。気なしに、あ、これなんか地味になんか、俺コンボいつ途切れたっけ。そういえば昨日ねライブ放送で S 取れるパーティーを頑張って編成したんだよね、プロセカで。なんだけど今 S 取れるパーティー使ってないんですよ。なんでって話したんだけど、僕プロセカを本当に愛してやまないんで、義務とかでやってないんでプロセカ。だからキャラクターを隅々まで愛すタイプの人間なので、あれしてるね、レベル上げしてるね今。なんかすごいあれだと思う、なんか楽しみ方が多分人一倍俺楽しんでる気がする。でなんかさ、そうそう、で今ね下埋めがしたいんだよね。下埋めこの辺とかさ、なんかボコボコって穴開いてるとかあるじゃないのに、その辺を埋めていきたいんだけど、ちょうど実況してなんか著作権も引っかからなくて、かつ一発で埋まりそうなやつがいいんだけど、なんか楽しい曲やりたいよな、せっかくだし。わかりました、これやります。わかりました、これやっていこうかなと思います。ポジティブダンスタイム、この曲なんか楽しかった、楽しいというか曲がなんか楽しい印象がある、 んだけど、聞いて、ポジティブダンスタイム自体は俺絶対にプロセカでしか聞いたことないし、あれなんだけど、めっちゃメロディーがなんかどっかで聞いたことあるような気がしすぎて、本当にね、これちょっとそのシーンになったら言うわ。ここここのリズムやばくない？これめっちゃ聞いたことあるんだけどさ、でも俺マジで知らんの、このポジティブダンスタイムに至っては。なんか東方アレンジを聞いた時ぐらいの感じ。なんか絶対どっかで別のなんかあるよね、ポジティブダンスタイム。これね、僕ね本当にもう名前からもそうなんだけど、明るいボカロの曲が好きなんですよ。なんかあれアイドル親衛隊、あれめっちゃ好きなんだけど、分かる人いないかな。でかといってシックオブダンスはあれ明るくはないんだけど、エモいから好きっていう、もう何でもありになっちゃってきてる。ああ言えばこういう的なね。いやマジでね、この曲何のか知らないけどめっちゃ知ってんだよね。でこの辺で女性のさ叫び声が聞こえるはず、もうちょっとしたら。意外と曲を覚えてんだけどね、ここからね、ちょ女性のなんか G 見た時ぐらいの叫び声してる。俺さ叫ぶ人さ分かんなくてさ、俺びっくりするとハッってなる、ハッってなる、分かる？なんかさ、なんかびっくりした時うわって声出んのよね、ハッってなるなんか分かんない、声ね、もう声すらも出ないぐらいビビるっていうのかな。俺よくねビビるのが、歩いててなんか自転車が静かに追いに行く時が一番ビビるね、世の中で。ビビる割合多くて、かつビビりやすいのそこが。ヌンチュ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 、ここのリズム絶対聞いたことある、教えてくれ頼むから。どっかで絶対これ、どっかで絶対知ってんだよこのメロディ。いやポジティブダンスタイムじゃなくて多分別の曲になんか使われてんじゃないかな。知ってるのはないかな、なんか知ってる人いないかな。